コンサートホール、コンサートホール、あるいは音楽堂は主にクラシック音楽の演奏会が催されることを目的とした文化的な建築物である。多くのコンサートホールは複数のホールやより大きな芸術的、または文化的複合施設の演奏用スペースの一部として存在する。多くの大都市には公設、施設両方のコンサートホールが所在する一方で、 とりわけ常日の役割を担う施設の選択肢がさほど多くないような中小都市ではコンサートホールはその主要な用途に加えて例えばロックのコンサートから大学の卒業式典まで他の活動用途にも利用できるような場合がある。当項目のコンサートホールのリストにはコンサートホール専門の施設のみ挙げる。現代においてコンサートホールは競技的には オペラを除くクラシック音楽の演奏が模様される専用ホールと定義される。しかし、詩も、術のように、現在も色々な形式のホールが建設される中で、身が様々繰り返されている状況であり、その定義はその時々に応じて、若干の幅をもって解釈されることに留意されたい。また、当記事と合わせて、多目的ホール、劇場、歌劇場等の記事も参照されたい。 19世紀においては一般市民でも料金さえ払えば誰でも音楽を聴ける場所という意味を含んでいた。ヨーロッパにおいて古くから自らの城や宮殿を演奏会場として音楽を聴いていた王公貴族と違い一般市民が入場料を支払えば気軽に誰でも音楽を聴けるようになって200年ほどしかっていないこともありヨーロッパ各地に コンサートホールが作られ始めたのは19世紀以降である。19世紀の代表例として、第二次世界大戦の空爆で消失した二代目、ライプツィヒゲバントハウス、初代ベルリンフィルハーモニー、建設当時の姿を今に残す、ウィーン・ラクユー協会大ホール、アムステルダムのコンセルトヘボー、ボストンのシンフォニーホールなどがある、括弧内は、建設年。これらは、 いずれも現在に至って、なお優れた音響特性を持ち、19世紀当時において、最も理想的なコンサートホールの形と考えられていた、シューボックス、靴箱型のホールである。しかし、20世紀後半に入ると、理想のコンサートホールの概念に変化の兆しが見え、その具体化されたものが、1960年代以降、現在に至るまで、ベルリン、 ライプツヒをはじめ、ドイツ各地に建設されたビニヤード型コンサートホールである。完成当初、その音響特性が国評されたベルリンフィルハーモニーであるが、音響反射板の設置など多くの回収を加えることで、現在では優れたホールの一つとされるまでとなった。ビニヤード型は一般のシューボックス型と比べて多くの客席からステージがよく見え、音響的にも 客席間の差異が少なく、いわゆる良い席が多く取れるため、工業的にも有利であることから、その後多くのホールがこの形式で作られるようになった。響きが良いコンサートホールという従来からの観客側の視点に対し、ホール運営者にとっての運営のしやすさという視点が、さらに加わった結果とされる。1980年代以降、これらドイツのビニヤード型を参考にした。 コンサートホールがトルコ、日本、アメリカ、中国など世界各地に作られている。現在、世界的に注目されているホールの一つとして、2003年に完成したロサンゼルスのウォルトディズニーコンサートホールがある。このホールが注目を集める理由は、演奏者やホール運営側の利便性に加え、ホール外に広大な公園など等を造成し、街づくりそして、 市民の安らぎの場としての視点も多く取り入れ、また、ホール内の観客に対しては、優れた音響特性という聴覚要素にとどまらず、視覚要素にも訴える最新設備を備えて、21世紀の新しいコンサートホールの形を提示したと評価されている。日本では、長く公共楽団の公演に使える大型のクラシック専用ホールは存在せず、 劇場兼用や多目的ホールが使われてきた。初めて作られた大型のクラシック専用ホールが1982年完成したアリーナ形式シューボックス型の大阪のザシンホニーホールである。東京では1986年に完成したサントリーホールが最初でベルリンやライプツィヒのコンサートホールを3に作られた。その後、ビミヤード型のコンサートホールが 主流になったが音響特性はシューボックス型には及ばないということから1990年代後半よりシューボックス型が再評価され始めた。コンサートホールには多目的ホールやライブハウス、オペラハウスと異なる特徴がある。クラシック音楽は基本的には公衆伝達なしに行われるので例外は多いがコンサートホールには 舞台上の音を客席まで伝えるための響きが要求される。残響時間をはじめとする好ましい残響特性は、ジャンルや編成によっても異なり、これらを調節することのできるホールもある。一方、公衆伝達を前提とした会場では、過剰な残響は不要であり、ハウリングの元凶となる。また、オペラハウスも、過剰な残響は、言葉が聞き取りにくくなるため嫌われ、 概ねクラシック音楽用のホールと公衆伝達を使う音楽のためホールとの中間程度の残響が好まれる。また、大掛かりな舞台転換装置、周り舞台や強盗返しや高度な照明装置、音響機器類、大掛かりな録音用の機器は持ち込みであることが多いは必要としないが、作り付けの楽器、特にパイプオルガンが付属する場合がある。ホリゾント膜の代わりに、 反響版を背景とする場合、背面の壁自体が反響版となる場合がある。ヨーロッパでは18世紀後半から徐々に一般市民が誰でも料金を払えばコンサートを聴くことができるようになったが、当初はコンサートホールはまだ生まれず、教会や既存の大型建築物を演奏会場として用いた。代表例として1743年ライプツヒに、 誕生した世界初の市民階級による自主運営オーケストラが1781年以降、ゲバントハウス折物会館の井で演奏会を開くようになったケースがよく知れている。また、1882年に完成した初代ベルリンフィルハーモニーはローラースケート場を改装したものだった。欧米において当初からオペラ以外の演奏を目的として、 設計と建設されるようになるのは19世紀以降のことである。これには当時は放送やレコードなどの音楽伝達手段がなかったため、薄利多売方式で収益を得るためには多数の聴衆を集めて一堂に集めて演奏会を行う必要があったという背景がある。日本ではバブル期にいわゆる箱物行政の一つとして地方自治体が コンサートホールを建設する例が各地に見られた。これらのホールのうち、コンサート目的に特化しないいわゆる多目的ホールに関しての記述については、中でも多目的ホールの項に詳しいので、合わせて参照されたい。ホール空間の形状により、大きく2つに分けられる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。